さあ皆さん、これからウルトラマンエースの楽しいお話が始まりますよ。このピーっていう音が聞こえたらページをめくってね。命がけで子供たちを助けるの青年、北斗星司よ。誰よりも地球の平和を愛している少女、南優子よ。私は遠い光の国からやってきたウルトラ五兄弟の一人、ウルトラマンエースだ。ゾフィー、ウルトラマン、ウルトラセブン、そして新しいウルトラマン、みんな怪獣の攻撃からこの美しい地球を守るために戦ってきた銀河連邦の兄弟なのだ。今お前たちにウルトラリングを与えた。そのウルトラリングの光る時、お前たちはウルトラマンエースの大きな力を得るのだ。全宇宙の征服を企む異次元世界の支配者ヤプール人が、今までにはない恐るべき武器を持って新たに地球を狙っている。南優子よ、北斗星司よ、今こそ地球の守りタッグに入って平和のために力いっぱい戦いたまえ。ウルトラマンエースの力を与えられた北斗星司と南優子が超獣攻撃隊タッグに入ってから1ヶ月も経たない時であった。異次元世界の悪魔ヤプール人が地球を支配するために作った怪獣の何十倍も強力な超獣を使って早くも攻撃をかけてきたのだ。ヤプール人が一番初めに使わした鳥獣は身長55メートル、体重4万4千トン。口から吐く炎で戦闘機や戦車はもちろん、東京タワーも雨のように溶かし、体中からミサイルを発射して、どんな建物でも粉々に壊すミサイル鳥獣ベロクロンであった。あれを見ろ、東京タワーの展望台にまだたくさん人がいるぞ。早く助けないとみんな死んでしまうぞ。誰か助けてくれ。その頃、富士五湖の山あいにあるタックの秘密基地では、ねえ北斗隊員、このウルトラリングが2つ一緒に光ったら私たちは本当にウルトラマンエースになれるのかしら。ウルトラマンエース、ウルトラマンエースか。北斗隊員、集合合図よ。なんだろう、そこ南隊員。はい。全員集まったの？隊長、何があったんですか？鳥獣だ。え？鳥獣？そうだ。怪獣よりも何十倍も恐ろしい鳥獣が、ついにこの我々の地球にやってきたのだ。全員出撃用意！北斗隊員、よほど注意してかからなければならないぞ。鳥獣は、今までの宇宙怪獣と地球の生物との合成体で、我々の世界を超えた異次元の世界をも行ったり来たりすることができるらしい。これほど手強い相手は、今までにお目にかかったことのない代物だ。山中と吉村はタックハルコンで空から現場へ急行。了解。今野、私と一緒に来てくれ。タックパンサーで地上から攻撃だ。それから北斗と南、それに三河隊員の3人は連絡係としてここに残ってくれ。そんな、隊長、僕にも行かせてください。これからどんな重要な連絡が入るかもしれない。その時のために3人ここに残る必要があるんだ。でも隊長、せっかく今までこのチャンスを待っていたのに。北斗、我々タック隊員は腕試しのために鳥獣と戦うわけじゃないんだぞ。自分だけが勇敢だってことを示そうったってダメなんだ。よし、出発だ。
早くしなければ展望台に残っている人たちも鳥獣にやられてしまう。了解。吉村隊員、行くぞ。 OK、 出発。あっちを見ろ、別の鳥獣だ。鳥獣が2匹に増えたぞ。古代鳥獣カメレキングだ。山中隊員、あそこです。あ、カメレキングも暴れています。東京タワーはあと少しで溶けそうです。東京建築はこのままでは全滅だ。とにかく東京タワーの展望台の人たちを助けるんだ。急げ吉村隊員、ベロクロンの注意をこのタックパルコンの方に向けるんだ。レーザーミサイルを撃ちながら接近しましょう。よし、目標鳥獣ベロクロン、今だ、発射。やった、ベロクロンをやったぞ。ダメだ、やつは不死身だ。レーザーミサイルが当たってもびくともしない。うわ、しまった、ベロクロンのミサイルにやられた。うわー、墜落する。山中隊、パラシュートで。仕方がない、飛び出そう。いいか、行くぞ。えい、北斗隊員大変よ。山中隊員と吉村隊員の乗ったタックファルコンがベロクロンに撃墜されてしまったわ。隊長の方もカメレキングに歯が立たないそうだ。よし、南隊員行こう。え、俺たちも現場行くんだ。だって隊長は留守番をしろって。今はそんなこと言ってる場合じゃないんだ。責任は全部俺が取る。ここは三河隊員に任せて、すぐ隊長たちの応援に出かけようぜ。オートバイ行こう。ええ、いいわ。俺は向こう側に回る。このウルトラリングが光ったら両側からライダータッチするんだ。分かったわ。ウルトラマンエースが助けに来てくれたんだ。頑張れウルトラマンエース、鳥獣をやっつけろ。行くぞ鳥獣ども、ハリケーンクロス。ウルトラサンダー、えい、キングキック、エース二段投げ、メタリウム光線、ウルトラマンエースよ。それだけやれるならば地球は安心してお前に任すことができる。地球の平和と自由のため頑張れウルトラマンエースよ。我々ウルトラ五兄弟の任務は決して侵略者たちにこの銀河系を渡さないことなのだ。
輝け、ウルトラマンエース。